政府は経済対策の裏付けとなる総額およそ13兆円の補正予算案を閣議決定しました。財源の7割が新たな国債で賄われるという借金頼みの補正予算となっています。柱となるのは物価高対策、中小企業を含めた賃上げ、国内投資の促進などです。物価高対策では低所得世帯に追加で7万円を給付する支援策や、電気、ガス、ガソリン代の補助などに2兆7000億円余りが充てられます。補正予算の一般会計の総額は13兆1992億円に上ります。財源は8兆9000億円近くを新規国債の発行で賄う一方、税収の上振れ分は1700億円程度にとどまります。13兆円という数字はコロナ禍にあった去年までに比べると半分ほどですが、平時で4兆から5兆円という水準からは大きくかけ離れています。鈴木財務大臣も最悪だと認める財政のさらなる悪化は避けられません。